はい、こんにちは、中地です。マインクラフト実況続きやっていきたいと思います。これか、以前直そうと言っていた、あれコスト 1?1 なわけないよね。あれ変わった？ん？コストってなんだ。そうか、説明しなきゃ。ただいまバージョンが、左上 1.8 バニラになっております。実はですね、ちょっと前に、昨日の出来事なんですけど、マインクラフトがね、クラッシュを連続して、ちょっとコスト下がったのかな。まあいいや、ラッキー。こんな簡単に3だよ、3。さっき1個であれだったのに。バグ？ラッキーなバグ？今 1.8 にアップデートいたしました。で、ちょっと家を建てながらお話ししますが。いや、焦りましたよ。マインクラフトがですね、ずっとクラッシュしっぱなし、クラッシュというか、パソコンの調子がめちゃめちゃ悪くて、もう止まっちゃうんですよ、どう頑張っても。で、マインクラフトやってると、完全にパソコンがもう、ハンズアップだっけ名前が自信ないな。動くけど、ゲームは止まってるけど、ソフトは止まってるけど、カーソルは動かせる状態と、フリーズは完全に停止ですね。で、フリーズに見舞われてしまいまして。で、どうもね、タスクマネージャーっていう、パソコン固まったら呼び出そうみたいな、とりあえず呼び出そうみたいなのがあるんですけど、それも開かない。だからもう強制修理をするしかない状態に陥ってしまいまして。で、焦りました。もうパソコンつかないし、何でしたっけ、ハードディスクのシステム確認とかね、すごい怖い画像がいっぱい出てきたりしてね、いや大変だったんですよね、結構。で、もうこれはパソコンいったな、買い替えるしかないなっていう状態だったんですけど、とりあえず今こうやって動いているのでよかったです。一応ね、こう今のところですよ、お約束はしませんが、1月入ってから毎日投稿はできているので、こんなね、いきなり10日経ってね、いきなり出鼻をくじかれるのかなと思って、すごくショックだったんですけど、一応動いております。よかった。それでですね、マインクラフト実況、前々回かな、今回が91回なので、89回かどこかの時に、僕ゲーム実況では著作権はあまり関係ないに近しいような発言をしたんですよね。ゲーム実況には関係ないかなっていう話をしたんですけど、それはあくまで肖像権の画像のことでありまして、結局のところゲーム実況ってゲームそのものが著作権の塊なので、著作権がゲーム実況に関係ないってことはありませんので、その辺ちょっとね、ご意見いただいたので、これは言い直さないとまずいなと思ったので訂正させていただきます。よいしょ。で、 1.8 ね、ついに僕の無計画な歌詞も 1.8 に突入いたしました。もうなんか変な理由だけどね、バグを回避するために 1.8 にしたようなもんなんですけど、ここ出れてもあんまりしょうもないかな。いやー、焦ったなー。で、 1.8 っていうのはですね、もう
皆さん知っているかと思うので、あまり細かくはしていかないかなとは思っているんですが、ちょくちょくね、これ1.8ですよ、これ1.8ですよっていうのを言ってはいきたいんですが、なんせ去年の9月かなんかのアップデートなので、ちょっとね、覚えきれてないっていうのもありまして、あと細かいところも合わせると200以上のアップデートが入っているはずなので、 1.8 で、なのでちょっとね、自信がありません、説明できる自信がありませんので、ご了承くださいませ。で、 1.8 にしたことで完全にモッドなしの状態で遊んでおります。これね、何、今まで使ってたインベントツイクスっていうアイテム整理のね、モッドとかが入っていないので、でもちょっとね、今パソコン怖くてね、完全に固まっちゃうんですよ。なので怖いのでモッドは入れないでしばらくやります。で、新しいパソコン、そろそろね、このパソコンも相当頑張ってもらっているので、そろそろ新しいパソコンも買ってしまおうかなっていうところではあるんですが、ちょっとね、優しめに行きます、パソコンに。今まで本当にね、奴隷のように使ってましたから、パソコンは。電源も全然落とさないし。よいしょ。かわいそう。いやー、よく働いてくれてる。ありがたい。はい。とりあえず、型はできたかな。この上で作業。ここがお庭。うん、なかなかいいんじゃないかな。話したいとこそこだっけかな。訂正はしたよね、前回のお話を訂正はして、今回は 1.8 だということで、 1.8、 例えばですよ、これ多くなんですけど、待つしかねえな。例えばこれはなかなか気に入ってるアップデートですが、このように素材によって、木材によって変わりました。ドアの あれも作りにくくなったんだっけか、こうだっけか、こうだ、フェンスも変わりました。作り方が 1.7 から変わってたっけ、変わってないよね。これね、まあちょっと並べないとわからないかもしれないけど、オークで作ってみますか。これオークのフェンス、これインベントリ圧迫し始めるよね。これ模様がね、違うんですよね、縦模様と横模様とあったりして。これ 1.8 からだよね、多分。ごめんなさいね、自信ない。そういう風にいろいろこのインベントリをこう自分で整理していく楽しさを見出さないと辛いなぁ辛いなぁ。でですよ、オークではなくてですね、オークだったかなぁ、ジャングルだったかなぁ。オークの扉はこれだよね。あと3枚同時にできるようになったのか。ストックしておくことができるようになりました。ジャングルの木材を使ったらかっこよかったんだっけかな。扉がなかなか面白いんですよね。そんなとこかな。今回は 1.8 に上げたっていう話と、ちょっと今マインクラフト実況のそのバグに見舞われているっていう恐ろしい環境の中で遊んでいますので、突然何か変更することがあったりとか、そういうことがあるかもしれませんので、ちょっとご了承ください、申し訳ございません。安定するまでね、もうしばらく時間がかかりそうです。そんなところで今回はこの辺で失礼したいと思うんですが、10分ちょいとかで最近ずっと切ってるじゃないですか。で、それは少し短いんじゃないですかっていうお話をいただきます。
短いって言っていただけるのはすごく嬉しいんですよ。ありがとうございます。ただね、その短くしているのにはいろいろ理由がありまして、でそれは次回お話ししたいと思いますので、次回もぜひぜひ、ご覧いただけるとありがたいです。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。